日本一の宝石伝道師、えっちゃんです。宝石を通じてもっと多くの方の笑顔が見たい、皆さんに自信を持って輝いてほしい、その思いで宝石の仕事に携わって26年、この仕事を貫いてきました。8年前に独立のきっかけになったのもこの鍛造ジュエリーと出会ってからでした。もっと多くの方に本物の宝石の素晴らしさ、そして身につけた時の鍛造の技法の素晴らしさを知っていただきたい。本来の宝石のあり方を突き詰め、宝石とその加工がどんなに大切なものか、今日はその鍛造という加工についてお話しします。ぜひ最後までご覧くださいね。ジュエリー業界の同業者でもご存知ない方もあるかもしれませんが、リアンでは製品に仕上げる地金を鍛造という技法にこだわっています。刀の火入れと叩きと同じく、日本の伝統工芸である鍛造、純プラチナ、純金の地金に火入れをし、その後叩きを入れ、この工程を繰り返すことで地金の不純物を飛ばします。どんなに宝石が素晴らしくても、身につける側にとって満足のいく仕上がりでなければ意味をなしません。あなたに合う宝石はこの鍛造だからこそ、あなたにとってたった一点の宝石に出来上がっていくのです。リングやペンダントなど製品を作る方法は大きく分けて2種類、鋳造と鍛造という製法です。鋳造は空洞を真空にした状態の型に金属を流し込む方法で、鍛造は純金や純プラチナを熱してから叩いて鍛える加工方法です。鍛造は地金に含まれている空気を圧縮するため、鋳造に比べ強度の高い製品を作ることができます。鋳造はワックスで作った原型で鋳型を作り、その中にプラチナやゴールドなどの溶かした金属を流し込みます。固まったところで鋳型を外せば、ベースとなるリングやペンダントが出来上がります。この後表面を磨いたり石を止めて完成させます。金属を流し込むため仕上がりが少し柔らかく、鍛造に比べると耐久性がやや劣ります。これは金属を鋳型に流し込む時に気泡が発生したり、金属にムラができてしまったりするからです。ただ鋳造では大量生産ができ、コストも低く抑えることができるので、現在の宝石はほとんどこの製法で作られています。そして鍛造の良いところを3つ挙げると、まず1つ目は鋳造と比べて耐久性が非常に高い。よくリングが変形してしまう方がありますが、鍛造はよほどの衝撃がない限り曲がることもなく、身につけていると自分と一体化しているような安定感があります。爪も作りは繊細なのにしっかりとしていて、ダイヤや色石がすぐに外れて落としてしまうという危険性が少ないのです。存在感と安定感が長期にわたって変わりません。2つ目は変色しない。地金そのものの光沢が非常に優美です。色石の輝きが引き立ち、美しく身につけている方と宝石との一体感が生まれます。3つ目は付け心地が全く違う。不純物がないため食感が心地よく、さらにはリングをしている指が黒っぽく色づくという酸化が起こらず、アレルギー反応が出にくいのです。特に毎日身につけている結婚指輪は赤ちゃんの肌にも触れます。鍛造は純プラチナのように柔らかすぎて変形してしまうことがなく安心感があります。この3つの利点はお客様からの実際のご感想です。はい、こちらがリアンが加工をお願いしている加工業者さんの社長さんのお話です。安井さんが輸出してるんですけどね、も同じやつでやってます。同じ機械。これはね、型を作って、はい、溶けたあれが中で真空で回るんですよね。遠心分離するんですね。ギューッと押し込んで、で同じものができてきますから、手作りとは違いますけどね。同じです。この安井さんとはね、キャスター機械じゃ世界で有名なんですよ。はい、あ、向こうはもちろん5台も6台もね、ありますけど、うちは1台ですけど。でこれは電気炉で作りました。あっちは金とか芯とか。分けて一応混ざらないように、やってます。
すごい。うちはもうニューしか作りませんから、古い時間ではこれはもう新しいのちょくちょく、それがいいんです。しかそこちょっと GoPro 大丈夫、バッチリ撮ってバッチリ撮ってる、ありがとう。やっぱね、あのニューの地金はね違うんですよ。違うんです。古い地金はどうし硬いのとちょっと泡吹いちゃって、あ、すごい、20倍、30倍ぐらいだとちょっと穴が出てきちゃう。新しいのは違うと粘りがある、ね、まあ、何でもね、そうですけどね、再生機はね、まあ、バフもね、全部使い分けてますから、色違いとか分けてますから、まあ、あとはね、ゴミも全部きれいになるように全部吸い上げる、外に出しちゃうんですか。まあ、意外と綺麗でした。綺麗です。粉みたいな症状がない。そのためにもいいというか。それはもちろんいいですね。マスクもしないで、大丈夫ですよね。まあ、あんまり健康的に良くない工場ってのがほとんどですからね。我々の業界は。みんな肺がんになっちゃったりするんですよね。あ、こういうの吸い込んじゃって。こういうのを使ってないところ。まだまだありますよね。あの空気はクリーンですよ。そうです。もう、ね、あの下よりこっちのがだってすごいでかいので持ってきて出しちゃってます。ああ、これね。だからエアコンがね働かない。全然出しちゃって。違う悩みになっちゃいますね。まあでもね、結構空気が感動です。純プラチナ、純金の何がいいか、そっち側からまずこれがレーザーで、全然見ないレーザーで、まあ、汚い穴が開いてたらこれで全部潰しますから、顕微鏡で見てこの中でも。ロメとかね、ないように一応。綺麗なんですよね。さすがです。どれだけ純粋な地金にこだわっているか伝わってきますね。この鍛造の工程で仕上げた製品は絶賛こそされ、クレームはこの8年間で一度もありません。耐久性、変色しない、つけ心地の良さ、またプレス技法を採用し圧縮している方法と本格的な鍛造は全く違い、リアンはこの本来の鍛造技術を貫いています。プレス加工は金属を熱しないので、鍛造とは明らかに違う加工方法です。鍛造は職人が一つずつ丁寧に作り上げていくため、ハンドメイドの温かみや趣も感じられます。ただ職人が手間暇をかけて作り上げるため、注文してから手に入るまで時間がかかることが多いですけれど、ずっと身につけて変わらない地金の美しさとつけ心地、耐久性は出来上がるまでの時間が宝石とともに楽しみな時間となります。これだけ鍛造の素晴らしさを伝えたい思いがあるのに、鍛造の唯一の欠点はこの技術を身につけている職人さんが少ないことです。もっと多くの方に本物の宝石の素晴らしさ、そして身につけた時の鍛造の技法の素晴らしさを知っていただきたい。他では手にすることができない本来の宝石のあり方を突き詰め、あなたに伝えたい。本当にあなたに合った宝石は、宝石、加工、身につける人の三位一体がかなった時に感じる輝き&自信に満ち溢れる本来のあなたの姿に気づかせてくれるのです。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。鍛造の話いかがでしたか。この動画が良かった、参考になったと思われる方は高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。